そんな大勢で押し寄せてどうしたんだい？これが群島の地図だ。なるほどね。よかったね。もちろん僕なら知ってるよ。よかった、知ってるんだ。今は金リンゴ群島って名前なのか。昔は向井群島だったのに、そこは普通の人間じゃたどり着けない特別な海域にあるんだ。一年を通してずっと嵐と霧に包まれていて、島に上陸するどころか近づくことすら難しい。というか、そもそもなぜそこへ行こうとするんだい？大魔王に会いに行くんだよ。大魔王がクレイをトドコの家族だって認めてくれないから、その試練を受けに行くの。君は大魔王が怖くないのかい？ちょっとだけ。でもクレイ負けないよ。銀遊野郎のお兄ちゃん、クレイを助けて。銀遊野郎のお兄ちゃんか、いいね、その名前気に入ったよ。おいらのせいか？大丈夫、君がそう願うのならば銀遊野郎のお兄ちゃんがその願いに応えよう。本当にいいのか？もちろんだよ。だって子供の願いはこの世界で一番純粋で自由なものだろ。綺麗なライアーの音色。風がざわめき出した。ちょっと待っててね、すぐに来るから。これはこれは僕たちだけの秘密、誰にも教えちゃダメだろ。死亡死亡、親愛なる詩人、君の協力に感謝する。なーに、お気になさらずに。みんな驚いたみたいだね。面白い顔をしてるよ。では道中の無事を祈るよ。ここまでだ。この先は我も同行が難しい。くれぐれも気を抜くな。着いた、浜辺だ。金遊野郎さすがだな、竜に乗せてくれるなんて。まあ危うく風に吹き飛ばされるところだったけど。私初めて竜に乗った。今もドキドキが止まらない。はあ、みんな無事か？うん、平気。おねえ、ジン団長、あの銀遊詩人一体何者なの？そうだな、高い演奏技術を持った伝説の詩人だ。ライアーであらゆる生物を召喚できる。ジン団長も適当なこと言うんだな。すごい人なんだね。帰ったらちゃんとお礼を言わなくちゃ。しかしこの群島、霧が濃いせいで視界が悪いな。リサの言っていた通りだ。気をつけた方がいいな。旅人パイモン、手紙には何て書いてあったんだ？オイラ覚えてるぞ。悪しき炎の娘、ドド一族の統治者、ドド大魔王の名のもとにお主をドド子の家族だとは認めない。ドド子と共に金リンゴ群島へと訪れ、四つの明かりを灯し、試練の門を叩きし、あと審判を受けよ。四つの明かりを灯しってことは、光るものを四つ探せばいいのかな。そういえばオイラたちがいるところ、なんだか周りより霧が薄くないか？確かによく見るとそうだな。まさかそこにある装置と何か関係が？この装置、
なんか見覚えがないか？あ、そうだ！オイラたちが使ってるポケットワープポイントにそっくりだ！ポケットワープポイントを作るには発光髄が必要だったな。そしてこの発光髄には暗闇を払う作用があるらしいんだ。この装置も霧を払ってるから似たようなもんなんじゃないか？4つの明かりを灯し、試練の門を叩きし後、つまり4つの装置を灯すと何かが起きるってこと？すでに1つ光っている。どうやら残り3つの装置を探せばいいようだ。ん？あれなんだろう。おい、勝手に走っちゃう。早く追いかけよう。この下に何かあるみたい。もっと近くで確かめよう。